はい、どうも皆さん、お疲れ様です。アサシンクリードバルハラ、今回63回目になるのかな、多分ね。続きの方をプレイしていきたいと思います。ユールミクシャーの、メインクエストの続きからやっていって、ハルフダン・ラグナルソンっていうね、市長と出会ったところで、このね、ユールミクシャーのメインクエストを進めていきたいと思います。まあ、前回ね、盾と斧でちょっと戦ったんですけど、いまいちしっくり来なかったので、また体験ね、神装備のやつを僕は持ってるので、一個ね、名もなき剣っていうね、なんかちょっと中二病感溢れるやつにしてみました。まあ、見た目もこれ結構かっこいいですよね、なんか。なんで。ローマの巨人どもはでかい城を作ったものだ。あら、でかい城ですね、これ。すごいな、これ。ドネカストレ。ハルフダン市長の一見の間はどこだ。結構人もちゃんと。すいません、通りまーす。通りまーす。よし。登りまーす。すごいな。ここか。どういう構造になってるの？よいしょ、よいしょ。すごいな、これ。ここか。どうも。春が来たら連中を立てる。それが計画。だが私の民が苦しんでいるのだ。お前の民？俺の知らぬ間に新しい国でも作ったか？私たちの民が冬の略奪にさらされているのだ。どうも市長。どうも。とにかくこの戦を終わらせねばならない。攻撃の開始は俺が指示を出した時だ。ハルフダンの戦鎚がこの国を守る。そう俺の民に伝えるがいい。リシエを仰せのままに、我が君。お前は何者だ？近くに寄れ。ハルフダン・ラグナルソン、助力の要請に応じてきた。貢ぎ物に感謝するぞ、狼傷のエイボル。お前の勇猛さは聞き及んでいる。ヨルビックも英雄か。詩人がそう歌っているぞ。本当ですか？ただの英雄じゃない。リシエ王に代わり町の秩序を取り戻した。盗賊や反逆者ともケチらしたそうだな。確かに指揮は取ったが、皆のおかげだ。俺の義をヨルビックの自由民にやったそうだな。最も必要な人々に与えたまでだ。愚かな選択で。リシエ王の懐に入っただけだろう。戦場で下した決断は振り返らないことにしてる。同感だな。いちいち考え直していては勝利が遠のくだけだ。ピクトとの戦いをお前に任せてよかった。たとえ勝利がエイボルのおかげでもな。ええ、俺とエイボルで敵を下し、最後にあなたが死体をついて勝利の栄光を手にしたというわけだ。なんかムカつく言い方や。それは怒るよ。我が友よ、オーディンの槍のごとく鋭い皮肉だ。ぐさりときたぞ。あなたの土がなければ死んでいた。偉大なる市長にこれを、今日の勝利で得た品だ。美しい品だな。フランクのものか。お前はどう思う、エイブル？見事な細工だ。王が使うにふさわしい。王を据える者にもふさわしかろう。知恵の回るやつだな、ファラビット。俺は前線に戻らねば。長く寒い道のりになりそうだ。思い上がった二枚舌の野心家め。市長、あんたに呼ばれた件だが。ここではなしだ。
今は踊り歌い酒を飲むがいい。後でこの石の塔のてっぺんへ来い。そこでお前に友情と裏切りの話を聞かせよう。なるほど。大昔からある話だ。Ekka gnótt af reykt lambhaldi. Munum enn taka nokkuð á veiðiferð, en má gefa þér nokkuð pund í móti áflöks við þá. Ég voru dóttir Maja. Onegai desu, Moira sama. Tsuba ga... Shudoujo ka? Shudoujo ではないわ。私はウィケのモイラ。ハルフダンの薬草師よ。はあ、ハルフダンは病を患っている。助けを必要としてるの。戦う姿を見たが健康そのものだったと。それは私の薬が効いてるからよ。もういいかしら。お願いです。おーい、妻が病気で。後で必ず伺いましょう。ですが今はハルフダンです。うん、失礼。ちょっとすぐやめな。結構みんなおのおの。斧を持てば無敵でも、核杯を持ったらどうなる。やだ、飲み比べは酔っ払うから。エンジン、サイコロで運試しはどうだい。ずいぶん入り組んでるな、ここは。この城、犬ならば銀を求めはしない。犬ならば首長になろうなどとは思わない。俺は狼だ。いや、狼の王なのだ。どうも。ああ、エイボル、こっちだ。良いものを見せてやろう。はあ。おお。このすべて、このすべてを征服した俺とあいつで共に。あんたは多くの戦いに勝ち、大きな名声を得た。だが一人でではない。豪遊のビオル、恐れ知らずのウバ、骨なしアイバ、蛇の目シグルズ、誰もが強かった。我が兄弟たち。金はいい、戦はなおいい。だがとはなるは栄光、英雄の館に、武勇の馬の背に。我らは共に征服した。我が友と我が戦士団と、何よりもファラビットと共に。一振りの剣では軍にならんぞ、エイボル。英雄にも忠実なる友がいる。俺はそれを決して忘れたことはない。決して。なるほど。そこにもう一人加えてみる気はないか。お前にとって友情とは何だ。言葉では語れない厳かな絆であり、決して切れない鎖だ。呪い師のようなことを言う。だが確かに一種の魔法だ。遠回しはよせ、ハルフダン。何に悩んでる。友情は腐るものでもある、肉のようにな。あいつはこの後に及んで俺に噛みつこうとしている。ファラビットですか。ファラビットか。善良で誠実に見えたぞ。うん、確かに。見かけはな、輝く冬空も暖かく見えるだろう。だが噂が飛び交っている、謀反を企む卑しい者たちの。彼だという証拠はあるのか。いや、まだない。そこでお前の出番というわけだ。裏切りの証拠を見つけろ。ファラビットの企みを暴くのだ。同盟の話はその後でするとしよう。どこから始めればいい。手がかりはないのか。わかるか。海の一角中のものだ。出された酒をこれで清めている。はあ、聞いたことがある。世界の果ての果てで氷の下を泳いでると。
そしてその角には解毒の力がある。ファラビッドがあんたに毒を持ってるっていうのか。その疑いがある。今のところうまくいってはいないがな。信じ難くはあるだろうが、俺はあいつを知っている。エビの壁、ワインを送り、妬み、企んでいる。本当すか。真実を探れ、暴くのだ。奴の裏切りを聞いてるな、毒。なぜ私にやらせる。お前はオーダンとその手下どもの企みを防いだ。同じことをすればいいだけだ。名声ってのは諸刃の剣だな。手を貸そう。ファラビットはすでにここを出て川上の野営地に向かっている。奴の軍勢に加わる。そうすれば探りを入れるのはたやすかろう。何もなければどうする。本当に善良で誠実なら。ならばなおのことよい。いいだろう、友よ。可能な限り探り、成果を持ち帰ろう。任せてくれ。名声を得るってのも大変なもんだな。よし、じゃあ行きましょう。ファラビットに騙されるな。奴は何か隠している。わかりましたよ。行ってくりゃいいんだろ、行ってくりゃ。じゃあ行くか。じゃあスキルポイントが得られました。よいしょ。本の強行機、よし。だいぶ戦闘力も上がってきたな。ここにいるのか。これ行くか。じゃあよし。名誉とは諸刃の剣。よし、こいじゃ。よし、寒い寒い。よいしょ。よし、じゃあ行きましょう。さあ、まあ本当にファラビットがね、なんか謀反を企んでるのかって言われたら、なんかヨルビックの戦いを見る限りじゃそんなことはなさそうだったけど、わかんないよね。このアサクリ・バルハラの世界は結構裏切りが多発するから。だってあのアイバーでさえね、やってきたからね。まあアイバーの場合はちょっと違うパターンだ。よし、よし。暗くて何も見えん。暗いというか霧がすごいな。ファラビットの野営地はこの先か。あれか。よいしょ。降りてもらえ。寒くて泥まみれ、ここだな。アロルって。どうも。ファラビッド。おお、我が友エイボル。ドネカストレでのもてなしはどうだった。こいつを友なんて呼ぶなよ、ファラビッド。ハルフダンに命じられて死肉を漁りに来たカラスで。確かに話はしたが、それがどうした。これは俺たちの戦い、俺たちの獲物だ。カラスはとっとと巣に帰りやがれ。ナイフをよこせ、ファラビッド。この子犬にはしつけが必要だ。フルフル行け。なんだこいつ、いきなり喧嘩打ってきやがって。小物ほどよく吠える。それで
ハルフダンはどうだった？目的は果たせたのか？ピクト人との戦いであんたに手を貸せば、ハルフダンは同盟を考えるそうだ。どう動けばいい、ファラビット？ピクト人はあの修道院を襲って金銀を根こそぎ奪った。サクソン人ってのは納屋より教会を作って修道士の群れを囲うんだ。ああ、修道院は我々以外にとっても格好の標的だ。ピクト人どもは北へ向かった。財宝もいいが、勝利こそが真の宝だ。どう攻める？連中の腹を切り裂くだけだ。準備はできてる。連中を叩き潰すとしよう。よし、やってやろうぜ。ハルフダンがお前を北によこしたのは、こんな小競り合いのためじゃないだろう。何をしに来た、エイボル？お前は疑われて、ここで言うのはダメだから、戦うために。あんたを勝たせに来ただけだ。ハルフダンは私の名声を知ってる。私の力もな。私を疑うのか？誓いなしではな。なら誓おう、ファラビット。ここへ来たのはピクト人と戦うためだ。武器を取れ、野郎ども。ピクト人を蹴散らすぞ。奇襲に気をつけろ。どねかそれに登ってりゃな。ピクトじゃなく先にありつけたのに。見張り仕事に何の栄光がある。さあ行け。よし、行くぞ。この先にピクト人がいる。お前が先導してくれ。なるほど。静かに、出ないと死ぬぞ。ごへんらうい。よし、おわし、いいぞ。ピクト人はずる賢い。策略と奇襲の達人だ。わー、めっちゃいる。気をつけろ。めっちゃいるやんけ。クソ、見つかった。駆け抜けろ、急げ、早く。へなはらせ。逃がすか、このコソコソしやがって。大したことないな。よし、ここを抜けよう。よいしょ、よいしょ。感謝します、トール。無事通過できてよかった。よし、この洞窟は抜け道だ。ピクト人が山越えに使ってる。よし、お前は洞窟で連中を追い立てろ。我々は回り込んで一網打尽にする。よっしゃ。おぶれ。危ない連中だ。これどう行くんだ。よいしょ。よいしょ。
死んでるな。ギサキは、よいしょ。この上か。よいしょ。ほっ。ほっ。よいしょ。ふう。何かあるかもしれない。神聖な場所を襲うのはうんざりだ。家でたらふく食ってたいぜ。壁の反対側をうろうろしてるんじゃなくてさ。わかったわかった。もうすぐ合流して。ピクト人はこの冬。どこかの勢力から支援を受けてるようだ。なるほど。よいしょ。狭い。よいしょ。おお、いたいた。びっくりした。ピクトはステンウェイヤと言ってた。そこが拠点だ。来たか。そこに部隊長がいるかもしれない。逃げろ。止めるんだ。ステンウェイヤに行かせるな。クソ、見つかった。駆け抜けろ。急げ。ピクトに見つかった。ウルフル、ウルフル、ウルフルの獲物だ。誇り高く死ね。はいや。はいや。待て、ほら。よし、逃がさねえぞ。よし、うるれ。ウレブナ社が壁の南にいる。気に入らんな。全員片付いたな。ステンウェイヤで立て直そう。次の計画がいる。いやいやいや、大変ですわ。よし、じゃあちょっと霧がいいところまで進めたいところですね。ステンウェイヤの部隊長を仕留めるところまで行ければ霧がいいかな。よいしょ。川を渡ろう。ステンウェイヤってどこにあるんだ。ここか。だいぶだいぶ先だな。あれかな。来ることは少ない。石膏は全滅。これで気づかれずに済む。蜂の巣にはついたが、敵は部隊長だけじゃないな。随分大掛かりだ。ピクトは冬に戦を仕掛けてくる気なのか。ハルフダンはそう思ってないが、ピクトはその隙をつく気かもな。確かめてみるか。よし。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとキリがいいので今回はここまでにしたいと思います。次回はちょっとこの続きからね、やっていこうと思いますんで楽しみにしておいてください。お疲れ様です。